どうも、オーシャンのしげです。今回の動画はですね、僕がですね、どこの馬の骨か、分からない、皆さんもですね、ご覧いただいている可能性がありますので、まあ、簡単ではございますけれども、自己紹介をさせていただきます。僕はですね、熊本市内で、フィッシングカヤックの専門ショップオーシャンアドベンチャージャパンというね、お店の店主をしております、三好茂雄、54歳になる若造でございます。で、お店自体はですね、まあ10年以上やっておりますので、熊本県内では最古参のお店になろうかと思っております。それとですね、場所の情報なんかはですね、Google マップ、等々にもですね、掲載させていただいてますし、あと大変、粗末な出来なんですけれども、ホームページもウェブでですね、閲覧できるようになっております。で、そのホームページの中にはですね、ここの住所だったり、僕の電話番号、あとメールアドレスなんかもですね、掲載させていただいてますので、この僕がですね、まあ、熊本の馬の骨ということはね、初めての方にもですね、分かっていただけるかなと思います。で、5年ほど前からですね、この YouTube チャンネルを開設させていただいておりまして、今はですね、3000人ほどの至って無名のですね、YouTube、YouTuberということにもなろうかと思います。はい。ですね、まあ簡単に自己紹介をさせていただきました。で、もういきなりね、本題、先に言いますけれども、令和6年、能登半島地震、これのですね、チャリティーのお願いでございます。で、僕自身もですね、まあ、7年から8年前に、ありました、熊本地震、これのね、被災者で、ございます。それと、あと、あれは17年ぐらい前になるのかな、ちょっとすいません、間違ってたらすいません、福岡で起きました、西方沖地震、これのね、被災者でもあります。それとですね、それより遡ること。もう20何年前ですかね、阪神・淡路大震災、これもですね、まあ、僕が関西弁をちょいちょい喋っていることから、ひょっとしたらと思われた方もいらっしゃるかもしれないですけれども、それもですね、まあ、実家が、被災に遭っております。で、まあ、そういうこともありましてですね、僕自身、このボランティア活動っていうことに、まあ、いささか、興味がありまして、東北のですね、太平洋沖地震だったり、あと4年前に起きた熊本の豪雨災害なんかもですね、僕はですね、キャンピングカーに乗ってボランティア活動しに行ってですね、数日間そこでね、ボランティア活動をやらせていただいた経験もあります。それとですね、まあこれは僕の力ではないんですけれども、熊本地震だったり、あと熊本の豪雨災害なんかの時にはですね、まあ、魚釣りの大会を開催してですね、まあ、そこの大会で釣った魚をですね、被災地の食事を作っているボランティア団体に寄付したり、あともう友達のね、寿司屋の友達を連れて行って、避難所の皆さんにですね、お寿司を振る舞ったりですね、そういう活動をさせていただいております。で、まあそういうこともありまして、熊本市長なんかからですね、感謝状なんかも直々に何通かいただいたり、してるんですけれども、まあですね、今回のこの能登半島の地震もですね、やっぱりね、ボランティアに行きたい、何か助けたいっていう気持ちはですね、皆さん、持たれてるとは思うんです。でもですね、これ今行っても何もならないんです。
これはね、もうデメリットの方がはるかに大きい。というか、デメリットしかないと、思っておいた方がいいです。で、これね、なんでかって言いますと、僕ね、昔3年ほどなんですけど、福井県で、住んでたことがありまして、で、その時の記憶がですね、まあ、かなり昔の話なんでおぼろげなんですけど、正月休みにですね、先生とか生徒と一緒にですね、この砂山の砂をね、砂場に運ぼうということになりまして、で、みんなでね、協力してね、ちょっとね、仕事したんです。で、初日はですね、この砂山に積もった雪だったり、砂場に行くまでのルートの除雪作業、これからね、やったんですけれども、それからですね、翌日か翌々日かね、まあ、ここはちょっとはっきり覚えてないんですけど、じゃあこの砂をね、砂場に持っていこうという段になりまして、先生がですね、砂山の砂をね、一輪車に乗せようと、スコップをね、入れたんですけれども、砂山の砂がね、カチカチで凍っててね、砂っていうかスコップが入らないんですね。で、先生がね、つるはしで、まあ要はね、砂山の砂を砕いてたっていうね、イメージはね、僕今も覚えてるんですけど、結局ね、運べずに、春まで、待った覚えがあります。で、あれはですね、昭和56年の、まあね、北陸に住まわれてる方だったら、まあ聞いたことあるのかなと思うけど、56豪雪っていうね、豪雪があった翌年か翌々年ぐらいだったんですよ。なので、まあ、あそこまでひどいね、寒波っていうのはさすがにないのかなとは思うんですが、まあ、おそらく近い状況には今もね、なってるだろうし、これからね、さらになっていくんじゃないかなと予想されるんですね。それで結局ね、僕みたいな素人がそういうところに出張って人力で何かをしようとしても、まあ、大した仕事はできないし、正直ね、今自衛隊さんだったり、まあ、救助だったり医療だったり撤去のね、スペシャリストたちが現場に行ってますんで、そんなところに僕らが行ったところでね、足引っ張る以外ね、何もできないと思います。で、僕たちですね、一般人が今できることはね、これチャリティー一択だと思うんですじゃないですね、チャリティー一択です。まあ、それでですね、例えばじゃあ募金箱に、何円入れる、何十円入れる、何百円入れる、これもね、まあ確かに募金なんです。でもね、ちょっと考えていただきたいんですけども、例えば僕なんか釣り師なんでね、まあこういう発想しかできないけど、例えば、まあ、ルアー1個ね買ったと思えば、これ2000円募金できるわけですよね。で、竿とかリールをね買ったと思えば、これ2万円は募金できると思います。で、例えばじゃあ僕の場合、まあ正直その、まあ、実際行ってるんで、東北に行った時の交通費とか、そこで働いた日の食費とかですね、まあ、そんなん考えたらね、10万円ぐらいはね募金できると思うんですよ。で、そこで働いた日当とかね、考えたら、さらに5万円ぐらいはね、募金できると思います。で、この募金のいいところは、実労働がないんです。で、この動画初めて見た方は、まあ、ご存知ないと思いますけれども、僕、年末にちょっとアキレス腱切りまして、今、正直体が動かない状態なんですけど、まあ、僕みたいなね、まあ、ろくにね、体を動かせない、まあ、例えばじゃあ、女性、子供、ね、力が弱い、非力、そういう人でも、実労働がありません。それと、もう、送金したらすぐです。時間がかからない。それと、その期間をね、必要としないですよね。
僕らが例えばじゃあ向こうで5日仕事して10日仕事してっていうその運動量、その時間ですよね。その時間っていうのもかからない。もうね、チャリティーは募金ですよね。募金とか義援金とか支援金。まあこういうものはですね、もうデメリットが一切ない。メリットしかない、方法。唯一の方法です。ただですね、このチャリティー、あと募金ですよね、募金活動。ここがですね、今大変、問題になっているところで、もうこのね、募金先をですね、嘘の募金先に振り込んでしまう人がいるというところなんですね。もう本当にもうこんなこと考えるのはね、鬼の所業で、もうこんなやつらはね、もう地獄に一直線やと僕は思うんですけど、けどね、やっぱりそういうところにそもそも振り込まないっていうのがね、やっぱ一番のことだと僕は思うんですよ。それとですね、この僕がこういった募金活動の話をしていると、嫁さんがですね、私だったらふるさと納税かなっていうね、話をしてました。で、それってね、すごくいいアイデアだなと思ったんです。なので、今回ですね、僕のこの動画の概要欄にですね、安全な、募金、まあ義援金とか寄付金とかですね、支援金、そういった先、あとふるさと納税のですね、そういうサイトっていうのをですね、一覧にして、貼っております。なので、皆さんですね、まあ、何か協力したいなというところはですね、こういった安全な、サイトを経由してですね、振り込み、していただければなと、思います。でもですね、僕ちょっとね、この、今回の動画をね、大急ぎで撮ってるので、まあ正直ね、全ての、募金先を網羅しているわけじゃありません。なので、ここもっといいよっていうね、寄付金先っていうのはね、ひょっとしたらあるかもしれないんですよね。なので、そういう方はですね、まあコメント欄で、こっちの方がいいよっていうね、募金先っていうのをね、まあ、教えていただいてもいいんですが、これにはね、僕一つ条件つけたいんですけれども、教えていただける方のですね、お名前、ご住所、電話番号だったり、メールアドレスだったりっていうのを全て書いて、所在を明らかにした状態でですね、そこのサイトに誘導してもらいたいです。要はそこのサイトに誘導するだけの責任を持ってほしいんですよ。で、逆にですね、大した連絡先とかも記載せずにですね、誘導してるようなさ、コメントがもしあればですね、それはフェイクのね、義援金先だったり、寄付先だったりするかもしれないし、あと、クリックすることでですね、ウイルスに、感染するだったり、なんか情報が抜き取られるだったりっていう可能性もあります。なので、その方のですね、所在を明らかにしてないコメントがもしあった場合はですね、もうクリックはしないでほしいなと思います。はい。ということでですね、今回ね、ちょっと急いでね、動画作ってるので、部屋もね、汚いまんまなんですけれども、これからもですね、皆さんのためになるような動画をね、配信していければなと思っております。それで、これ最後なんですけれども、今回の動画はですね、これ有料化しております。はい。で、今回のこの動画を、見ていただいた皆様の、にいただいたか、収益金、これはですね、すべて、日本赤十字にですね、寄付を、させて、いただきますので、このね、動画を見ていただいた時点で、あなたは、このね、能登半島地震、
これのねチャリティーに協力していただいたということになります。ありがとうございます。ただね、ただやっぱりね、その皆様の気持ちをね直接、お届けしてほしいので、まあ概要欄に貼ってある、寄付金先に、ぜひですね、皆様の魂を、込めてですね、まあ協力していただければなと思っております。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。